こんばんは。こんばんは。今日は何するんですか。今日はね、物置掃除してたらこれ錆びた釜が出てきたんだよ。錆び錆びの。錆び錆びだ。でこれを研いで鎖釜を作って、で熊がもう冬眠明けしたから、ちょっとひかるちゃんに熊取ってきてもらおうかなと思って。僕がですか。うん。ちょっと鎖釜作るのちょっと手伝ってもらおうと思って。わかりました。あ、まだでもちょっと待って、こいつで仕上げるね。ちょっとね、研ぎ終わったからね、切れ味をちょっとピカ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 、このペットボトルを真っ二つにするから危ないな。見ててよ。はい。そうでないとクマは倒せないからって。左手添えないですか、ペットボトルに。いや、添えないよ。大丈夫ですか。多分、やったことないけど。ちょっと不安なんですけど。ほら。あ、あ、すごい。真っ二つだ。真っ二つじゃない。真っ二つだ、ほら。真っ二つじゃないですよね。いや、真っ二つ。真っ二つみたいなもんだ。ここにちょっと分銅をつけるからね。まずネジを取り付けて。これに分銅。鉄だからね、これね。おーおーおー、なんかもう危険な香りしかしないですけど、やっぱこのぐらいでないとクマは倒せないでしょ、ヒカルちゃん。はい、完成。はい、鎖釜。おおおお。じゃあちょっとね、どのぐらい実力的かっていうのをね、怖い怖い怖い、見ちゃうよ。まずクマが突進してくるじゃん。はい、突進突進、それをはい、クマの鼻急所だからね、はい、鼻にこれでほらこれでうわあこれでクマの鼻をあれ難しいこれでクマの鼻をうわあれほらおで、ひるんだところを襲うと、はい、本当はもっとね長いんだよ。あ、もっと長いですか。長いもんなんだよ。あで昔、戦国時代なんかはこれで刀を捨てたり、これで刀を巻きつかせて襲ったりするという。はい、これ、ヒカルちゃんにあげるからさ。はい。取ってきてくわ。あ、いらないです。いらない危ないんで。危ないえ、じゃあ、どうするこれ。